皆さんごきげんよう、さきねです。今日はですね、私が今年もう本当にお願いしますっていう日焼け止め下地を紹介していきたいと思います。全部で4つあるんですけど、普通の日焼け止めとは違くて、化粧前に、ね、下地として仕込む大事な役目の日焼け止めを紹介したいと思います。私もまあ使ってみて、まあ失敗だなと思ったやつとかも今まであったんですけど、やっぱ人から聞く口コミっていうのが結構絶対だなと思うので、よかったら参考にしてみてください。それではね、順番に紹介していきたいと思います。あとね、それとね、値段がそこまで安いものではないので、ポイポイって買えるようなちょっと考えるぐらいの値段なので、そこをねじっくり考えてみてほしいなと思います。じゃあ1個目、じゃあこれ、雪肌精のホワイト UV エマルジョンです。 SPF50 プラスの PA4 プラスです。名前がね、カッコでね、日中用美白乳液っていうだけあって、ね、使い心地が本当にいい。化粧水塗った後につけるミルクみたいな、乳液みたいな感覚で、一番スキンケアに近いんじゃないかなって思う使い心地でした。保湿力もすごくあるのでね、乾燥肌とかにぴったりかもって思った。はい、こんな感じのね、乳液っぽい、ミルクっぽい伸びがとってもとってもいいです。ほら、すごく伸びがいいんですよね。で、その後にもう肌がかなりしっとりします。で、すごくしっとりしてくれるので、乾燥とかが気になる方はこれを使ってみるのすごくいいかなと思います。保湿しながら UV ケアをしてくれる朝の保湿乳液ってことで、美白の効果のあるトラネキサム酸っていうのが入っているらしいので、メラニン生成とかシミそばかすを防ぐ効果とかもあるみたいで、皮脂くすみとかそういうのも防いでくれるみたいで、ただね、すごくしっとりしてくれるのはいいんだけど、少し化粧崩れが気になったかなって思いましたね。最初の方はうまく化粧が乗ってる感じがするんだけど、後々から結構しっとりしすぎちゃってる感じがあるから、肌とかね、触った時に一気に化粧がポッて取れちゃう感じがあったので、そこはちょっとうんって思ったんだけど、次に使うものとかをパウダーだけとかにしたりとか、簡単な感じで仕上げたらすごく綺麗な肌が仕上がるので、雪肌精のやつ薬局で買ったんですけど、すごくおすすめです。 35g 入ってるので、手の甲とかにも私たまに塗ったりとかして、まあ顔と首、手の甲は塗ったりしてます。それでもまあ結構残ってるので、大阪行った時とかは私これを持ってきましたね。化粧水終わって乳液終わってって感じで、同じようなラインでね使えるので、これは結構おすすめです。続いて、じゃーん、アクセーヌスーパーサンシールドのブライトベールです。これが4000円ですね。で、 22g しか入ってないんだけど4000円もします。高いですね。安いものではないんですけど、 SPF50 プラスの PA が4プラスです。まあ、これもさっきのと同様なんですけど、化粧下地としても使えるし、日焼け止めと化粧下地が一つになってるやつです。これは色がついてるタイプで、くすみだったりとか色ムラとかを明るく補正してくれるブライトベールのタイプです。はい、このような感じの色になってます。ちょっとこの辺に怪我があるんだけど、それはちょっと仕方してください。でね、少しピンクっぽく明るく見えます。ほら、わかるかな、少しだけ明るくなってるの分かる？伸ばすとまあ結構馴染んでくれるっちゃくれるんだけど、私はね、血色感が結構悪いので、青っぽいなんか顔色が悪いので、ピンクをね入れるとすごく顔色が綺麗になるので、このブライトベールを選んでみました。アクセーヌのやつ結構いろんな種類があるので、よかったら見てみてください。私はこのブライトベールがおすすめかな。はい、こんな感じで、こっちが塗ってない方でこっちが塗ってる方なんですけど、こっちの手の方がちょっと青っぽい感じでなんかくすんでるんですけど、こっちはねピンクっぽくて血色感もいい肌の色になってると思います。で、これ色補正とかもしてくれるんですけど、結構しっとりしてるし、低刺激だったりとか潤いだったりとかそういうのがあるので、毎日使ってもあんまり負担にならない使い心地なので、私結構これ結構気に入ってます。あと化粧下地を重ねてってことをしなくていい、1個で済むから、日焼け止め重ねて何々重ねてっていうのをやらなくてもいいところで、私結構これが気に入ってますね。最近これが一番使ってるかもしれない。YouTube でもコメントとかでも結構言われるんだけど、顔色悪いっていうのも結構言われるのがすごくあれだから、私はピンクっぽいやつで顔色を補正しています。次、じゃーん、ヘイミッシュのグローベースです。これが SPF50 プラスの PA3 プラスで 40ml 入ってます。これがね2200円でした。でもうちょっと違うとこで買ったりとかしたら、もっと値段が安くなるかもしれない。 Amazon とかいろいろ通販サイトですね。で、私これスタイルコリアンでゲットしたんですけど、スタイルコリアンの中で一番人気らしくて、リピ買い率がすごく高いやつなんですよ。で、まだ私これ1本目なんですけど、ね、確かにすごいのが、ちょっと肌に出しますね。こんな感じでちょっと薄いピンクっぽい色になってるんですけど、よく見るとね、
あのパールが入ってるのでものすっごい使った後にツヤ肌になるんですよ。トーンアップ効果とかもあるらしいんだけど、トーンアップは正直全然感じなかったかな。パール感のあるツヤって感じがしますね。わかるかな、こうツルンとした感じ。てか私手の甲汚くない？左の、ね、手の甲で一番化粧品とかつけるんだけど、すごい怪我しやすくて傷がいっぱいあるんですけど、ツヤっとした仕上がりになります。匂いが結構化粧品感のある韓国コスメ独特の匂いってわかるかな、がしますこれも結構しっとりしますね。なんかハーブの成分とかが入ってるみたいで、肌に栄養も与えてくれるみたいな。あのツヤ肌ベースって結構 UV がしっかり入ってるやつとかって少ないと思うんですけど、私これ結構 UV が入ってるから使うときはあのエクセルのグロールミナイザーだっけとちょっと混ぜたりとかして使って、すごいツヤ肌をキープしたりとかしてます。なんか混ぜて使うのもすごくおすすめ。このヘイミッシュのやつは今日紹介するやつで一番安い値段になるので、しかも結構入ってるしね、おすすめ。はい、続いてがじゃーん、オバジ C のマルチプロテクト UV 乳液です。 30ml 入ってます。もともとなんか薬局で見つけちゃって、そのなんかキャッチコピーが使うたびに焼けにくくシミにしない日中用 UV 乳液って書いてあって、もうそれがね、もうなんかワンってなったんですよ。欲しいなと思ってゲットしました。オバジは毛穴だったりとかすごい信頼度がめちゃくちゃ高いんですけど、 C20 とか10とかいろいろあるセラムのやつとかも使ってて、すごいなんか効果もいいし信頼度が高かったので、買った時はまだちょっと肌寒い時期だったりとか乾燥が気になる時期でもあったので、化粧水でやった後に下地乳液これ使えるから、それでやったら少し乾燥が気になったのでちょっと使ってなくて、最近また使い始めたんですけど、やっぱいいなって思いました。なんかそういう効果はないと思うけど、化粧がよれにくくなるような効果もあるなって私は思ったんですよね。これを塗った後に肌がこうピタってね、サラサラになる感じがするので、次にのせる化粧がこうずれないでいてくれるから、すごいなんかそういう効果もあるのかなって思ったぐらい。今まで紹介したやつは結構しっとり感が重視だったけど、これはさっぱりとした使い心地で夏に一番ぴったりかなと思います。あと私は乾燥肌だから、この辺がねオイリーっぽくなることとかはないんですけど、ちょっと皮脂が気になることかは一番これがいいかなと思う。これはこう混ぜて使います。はい、こんな感じでね、端っこがちょっと伸ばしつつ塗ったところなんですけど、伸ばすとね、やっぱり今までのやつよりかはこうなんて言うんだろう、ツルツルした感じ、しっとりした感じはやっぱないですね。だから一番なんか肌にピタッとくっついてくれる感じがします。で、次に使う化粧も全然影響しない感じがしますね。で、色もつかないでね、これは汗水にすごく強い感じになってるから、私あのこの鼻とこの口のここの三角ゾーンって呼んでるんですけど、勝手にこの三角ゾーンにすごく汗をかくんですね。だけどこれはね、弾いてくれる感じもするから、確かに汗水に強いかなって思いました。やっぱりオバジはね、すごいスキンケアに強い感じがするから、あのシミにしないとか透明感のある肌に導いてくれるって書いてあるのがすごい信頼できるので、使っててなんかあの悪いものを肌につけてる感じがしない、これは特にそういうスキンケアの効能が高いのかなって思いました。はい、こんな感じでね、4つ紹介したんですけど、すべてなんかあの特徴だったりとかが違うんだけど、私が一番重視してるのは肌につけててもあんまり負担にならないってところですね。はい、私がおすすめしたのはこの4つで、これから夏本番になるじゃないですか。それで使っていくのもこの子たちだと思います。はい、こんな感じで参考になったでしょうか。私はとにかく日焼けをしたくないし、日焼けしたらもう大変なことになるので、肌が本気でね、毎年 UV 対策は頑張っているので、よかったら参考にしてもらえたら嬉しいです。この動画が参考になったよって方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。で、 Twitter と Instagram もやっていますので、説明欄からフォローお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。さきのでした。バイバーイ。